皆さん、ヤッホー陸チャンネルのロミです。今日はマジめっちゃ久しぶりにお父さんとデートです。ねえ、マジもうね楽しみ。最近まあ忙しい、まあそんなもんなかったけど、あんまりお父さんとデートに行ってなかったんですよ。で、今回久しぶりに公開したばっかりのスズメの戸締まりを見に行きます。マジずっと楽しみにしてた。君の名も天気の子も大好きだし、で、まあ、今日はね映画見るだけじゃなくてちょっとショッピングとかもしたいなと思ってるので、マジ楽しみです。で、朝一の、映画時間で行ってるから、さ、グッズあるか心配なんだよね。で、あとポップコーンとチロスも食べたいなと思ってて、今日は食べるよ。どれもいいじゃんね。取るじゃない。まあ今日は大丈夫、チートデー、毎日チートデー。はい、じゃあ今から映画館に向かいます。マジ楽しみ、レッツゴー。They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air. No.だね、チロス売り切れだったのがショック。でも映画館のチロスマジで大好きなの。売り切れだったんでポップコーンと朝ごはん用にホットドッグ買いました。でも上映時間が9時20分なんだけど、もう過ぎてるんだけど、まあ多分まだ CM やってるよね。でもずっと楽しみにしてた。これめっちゃ嬉しい、可愛くない？ついに見てきます。待って、超楽しみ。はい、見て、ポップコーンに超巨大ポップコーンで、飲み物ホットドッグです。And I wanted you to know. He looked at her and then he smiled. はい、今映画見終わりました。いやね、まあ、ネタバレになっちゃうからもうこれ以上感想は言わないんだけど、めちゃくちゃ面白かったし、ね、可愛かった。何が可愛かったか言わないけど、もう可愛かった、めちゃくちゃ。で、歌も良かったし、で、映画見終わったんでちょっとショッピングしたいと思います。ちょっとね、GU とかアナップでヒートテック欲しいなと思ってて、で、あと来週ディズニー行くんですよ。その時に着る中のヒートテックとか、あとまあちょっと動画で使う用のちょっと短パンとかもね買いたいなと思うので、今から自由に行ってきます。はい、早速ヒートテック発見。え、これにしようかな、よくない？ S、M にしとこう。ヒートテックが去年なんか結構あったと思ったんだけど、なんか消えてて。もうないの？うん、1個しかない。から買います。見て、リング発見。もうなんかロミの錆びてきてるから、マジ GU のリング一番いいの。から買います。で、今回かな、黒パンもなかったから、ちょっと違う店を見よう。で、サーティワン行きたい。手袋見たい、手袋。可愛くない？このオフラー。まあ、家にマフラーあるんだけど、え、かわいい、マフラーって毎年買いたくなる、かわいくて。黒い短パンが一番欲しいの。それちょっと探そうかな。最近さ、かわいい系の靴下にハマってて、いつもキャラものだったけど、リボンついてたりとかの靴下にハマってて、ちょっとハニーズでそれを探したいと思います。で、GU ではリングとヨミのやっと手に入ったヒートテックで終わりにします。ハニーズ行こうかなと。サイズが SS。 確かに、うん、いいね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 。はい、じゃあ待ちに待ったロミの大好きな31に来ました。見て、クッキー&クリーム。ロミはこれしか食べないです。でもうね、結構映画見て3時間くらい経っちゃって、ロッキーたちがかわいそうなんで、これ食べたらもう家に帰ります。で、天気いいから帰ってロッキーたちシャワー入れようと思って、なのでもう家に帰ります。食べてからね。映画めっちゃ面白かったけど、やっぱり君の名と天気の子のがロメは好きですね。まあ面白かった、普通に。なんか思ったのと違かった。
うまっ。ごちそうさまでした。じゃあちょっともう帰ろうかなと思ったんだけど、ちょっと今思えばここツタヤあるんで、ツタヤでワンピースカードあるかどうかだけ見て帰ります。まあないかなって思うけど、まあ一応ね、いつ入るカードかも知りたいから、よし、ツタヤ行こう。ありますように、ありますようにお願いします。そう、あの動画で開けて、その後にパパがあの飲みが学校行ってる間に3パックだけね、ワングーで見つけてくれて、パラレルでました。マジ嬉しいです。よし、じゃあツタヤ行こう。はい、皆さん、今ツタヤ見に終わって、まあなかったんですけど、でちょっと他のアナップとかあのスタバとかに行こうと思ったんだけど、家にあるカメラを見たらロッキーとレイがお父さんのベッドの上でお父さんの帽子を噛んだりめちゃくちゃいたずらしてます。なのでもうすぐに帰って叱らないといけないので、まあちょっと行けなかったところもあるんですけど、まあ映画見てたし GM も行けたしも大満足なので家に帰ります。結構短い動画になっちゃったんですけど、まあ最後まで見てくれてありがとうございます。やっぱりね、ワンちゃんいるとね、ゆっくりね、お出かけとかデートもできないですね。まあしょうがないんで、まあ家に帰ってロッキーたちもね寂しいと思うから家で遊びたいと思います。でまたこんな感じの、ね、Vlog 動画見たいよと思った方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。